さてと、一日どれぐらいをスマホに使います？スマホってますます機能が増えてきて、使う時間が増えてきていますよね。あの小さいデバイスに自分の情報の全てが詰まっていることもあって、かなり気をつけなくてはいけません。泥棒や詐欺師は毎日のように新しい手口を生み出しており、個人情報を守ることは困難になってきています。どうやってこういった人たちを自分の生活から遠ざけておいたらよいでしょうか。見ていきましょう。1. 非通知には出ない。発信者不明の番号は様々なサービスの可能性があります。タクシー会社、個人経営クリニックなどですが、詐欺師がこれを利用することもあります。困っている人が近づいてきて電話を貸してほしいと言ってくるかもしれません。大事なスマホを貸しやすいという理由で使われるのは大体女性。詐欺師は電話をかけて、相手側があなたの番号を手に入れることができるという寸法。そこから作戦の第二段階です。まず非通知の電話がかかってきます。相手は自分を警察などの公共サービスのものであると話します。家族の一人が大きなトラブルに巻き込まれて罰金を払えば問題ないというようなことを言われるんです。家族への愛を利用します。気をつけていないと、向こうが主張しているような素性とは全く異なる人にお金を渡してしまうことになります。このような状況を避けるために、一般的に推奨されていることが非通知には出ないこと。電話が重要なものであるかもしれないため、ちょっとリスクがあるように感じるかもしれませんが、備えあれば憂いなしです。こういった電話番号に出てしまったら、何かする前に相手方の情報をチェックするようにしましょう。警察だと主張するなら、フルネームとバッジ番号を聞きましょう。別のサービスであれば、かけ直しできる番号を聞いて、それが本当に存在するか確認してください。最後に、もしかしてトラブルに巻き込まれているかもしれない人に自分で連絡しましょう。騙されているかを知るには本人に聞くのが一番です。シンプルで効果的。 2. テキストメッセージ。これは様々な形式で行われます。銀行が口座に怪しげな動きがあったとテキストメッセージを送ってきます。銀行のカードで特定の金額に制限がかかっており、電話をかけるかウェブサイトに行ってその額を承認するか拒否してくださいというような内容です。番号には問題ないように思われるので、テキストメッセージに言われた通りにします。そして詐欺師に個人情報を渡してしまうんです。銀行に確認もせずに適当なテキストメッセージにあるウェブサイトに行ったり電話をかけたりしてはいけません。電話番号は簡単に偽造できるので、信頼できる番号に見せかけて実はダミーの可能性もあります。銀行に電話して情報が正しいかどうか確認しましょう。大抵はお金をあなたの財布から抜き取るための犯罪の策略です。電話番号の偽造の話をしたので、もう一つ別のテキストメッセージ詐欺を見てみましょう。友達の一人の番号に思える番号からテキストメッセージが来て、メッセージか電話を返してくれるよう言われます。言われるままにすると、携帯電話のアカウントに多額の請求が来ます。メッセージを送ってきたのが本当に友達かもしれないと思うなら、直接メッセージには返信しないでください。電話帳を開いて自分で番号を確認しましょう。ところで、詐欺のテキストメッセージを閉じて後でもう一度見てみると、すでに番号が変わっていたりします。ですから、これは自分の知っている人ではないとわかるんです。番号が変わっていなくても、安全策は取った方が得策です。3. ワン切り詐欺。不在着信があったらどうします？かけ直して何の要件か聞きますよね。自分の携帯電話を仕事に使っていて、知らない番号からしょっちゅうかかってきていたらなおさらです。この番号はたった一つの目的のためにかけられています。相手からお金を騙し取ることです。電話をかけてきてワンコールで切ります。相手が気づかないことを願って詐欺師はそうするんです。電話に気づかず後でかけ直すと、かなりの額が携帯に請求されるという仕組み。なんて卑劣。大事なお金を守るには、知らない番号にはかけ直さないことです。でもこの詐欺に引っかかってしまったら、自分の請求書をしっかりチェックして、何かおかしなことがあればサービスプロバイダーに連絡してください。また仕事専用の2つ目の携帯電話を持つことをお勧めします。こうすることで、少なくともプライベート用のスマホは守れます。4. 潜在的バイヤーの詐欺電話。オンラインで自分の車や同じくらい高いものを売ろうとしているときによく起こります。
潜在的にバイヤーとなってくれる人が電話してくれるようにと電話番号を残しますよね。そうして電話が来ますが、なんだか匂います。どうしてか CVC を含む銀行の情報を引き出そうとしているんです。先にお金を送るためだと言いますが、あなたもバカではありませんよね。もちろん電話を切ります。しばらくしてこの怪しい変人のことを忘れた頃、電話が来ます。今度は銀行からです。銀行員は最近かなりの高額が口座に送られていて、情報を確認する必要があると言ってきます。皆さんがどう感じるかは分かりませんが、私だったらこの瞬間困惑します。自分もそういう反応をしてしまうという人は、偽の銀行員に CVC を含む全ての情報を与えてしまうかもしれません。さて、本当に電話をしたのは誰でしょうね。不快な状況に自分を置かないためにも、まず誰にも暗証番号や CVC 番号を教えてはいけないと覚えておきましょう。銀行であってもこういった情報を要求することはできません。これは個人的な情報です。もし銀行の人がこのような情報を要求してきたら、その人は銀行の人間ではないはずです。ただ電話を切りましょう。次に自分の電話番号を公のウェブサイトに載せないでください。もしそうしなくてはいけないのであれば、別の SIM カードを購入してください。5. 知っている番号、知らない人。技術の進歩は目覚ましく、電話関連の犯罪者は新しい技術も手に入れています。その技術の一つが電話番号ボイスチェンジャーです。親戚からメッセージを受け取って、トラブルに巻き込まれてお金が必要だと言われるテキスト犯罪は覚えていますよね。これも同じようなものです。ちょっとだけ巧妙さが増しているだけ。母親など知っている人から電話を受けて、疑いもせずに電話に出ます。それから母親の不安そうな声を聞くんです。かなりのトラブルに巻き込まれていて、もしかして危険かもしれないと言ってきます。信じてしまっても無理はありません。そういうことが起こったら落ち着いていられないものです。母親はすべきこと、お金を送る場所の指示を残します。クレイジーだって思うかもしれないですが、最近の詐欺師はここまでするんです。このような犯罪から逃れるためには、電話を切った後かけ直してください。電話をかけるために番号を偽造していたとしたら、幸いにもかけ直すと機能しないんです。ですからかけ直した際は、母親の声の別人ではなく本物の母親にかかります。 6. 技術サポート。これが一番面倒かもしれません。サービスプロバイダの技術サポートから突然電話が来ます。そこであなたのアカウントに怪しげな動きがあると言われます。すべて問題ないかを確認するためには、テキストメッセージで送るコードを入力しなくてはいけないと言われます。実際このテキストには、携帯電話プロバイダの自分のアカウントにサインインするコードが記載されています。大抵こういったメッセージは他人には内容を明かさないようにと警告がされていますが、詐欺師は心理を操るのがうまく、相手をリラックスさせるぐらい自信満々なんです。あなたの個人アカウントへのアクセスを得た詐欺師は、あなたのお金などで好き勝手できてしまいます。どんな秘密の情報も誰かに絶対教えてはいけません。銀行やサービスプロバイダであってもです。向こう側から操作をするために、あなたの個人情報は必要ないはずです。誰かがそのような情報を要求してきたら、おそらくはお金を騙し取ろうとしています。さらにこういった電話を受けたら、忙しいと伝えて、後でかけ直してよいか聞きましょう。かけ直し先というのはないことが多いので、詐欺師はすぐ電話を切ってきます。さて、ブライトサイダーの皆さん、どんな電話詐欺を知っていますか？みんなが自分の守り方を学べるようにコメント欄で教えてください。新しいことが知れたら、動画を高評価して友達や家族と共有してください。それから赤い大きなチャンネル登録ボタンを押して、ブライトサイドに仲間入りしましょう。